こんにちは。日高さん、はい、今日は可愛らしい方が真ん中に、ね、はい、座ってらっしゃいます。見てる人は誰かわかるかな。いや、野球詳しい方多いので、あーって今な、はい、まあ、後輩でもあるからね俺。あ、同じ、はい、山口県出身。そうだ、山口でもね、なんかこんなこんな、こんな違うとは言ったら失礼ですね。こんな綺麗な山口県の人が来るよな。綺麗な方が、綺麗な方がいらっしゃると、はい、まあちょっと紹介してあげて。はい、はい、磯崎ゆかりさん、はい、で、11月まで、女子プロ野球を所属という形になってたんですよね。そうですね、はい、実はですね、野球をやっている、父そして兄の姿を見て野球を始めたのがきっかけで、現在28歳、はい、山口県出身。年言ってよかった。大丈夫か。そうですね、今堂々と言ってた。あ、すいません、あのウィキペディアに載ってたので。あ、なるほどね。あ、大丈夫ですか。大丈夫ですか。よかった。で、あの、ムキになってたからさ、28歳のところで、いや、いいなって。やっぱ自然な若さっていうのはもう溢れてますよね。埼玉の栄高校で、はい、女子の硬式野球チームに所属、そして高校卒業後は多数の女子プロ野球選手を輩出している名門校、尚美学園大学の女子硬式野球チームに所属されていました、はい、そして2010年には女子野球の世界大会である第4回 IBAF 女子ワールドカップの日本代表メンバーに選出され、日本の2連覇に貢献。続く第5回そして第6回にも選出され、特に第5回大会では先発投手部門のベストナインおよび大会の MVP に選出される活躍ぶりを見せます。スーパースターですよ。いや、もう本当そうです。国際大会で、で2015年に女子プロ野球の世界に入って、埼玉アストライアに入団、でルーキーながら16試合に登板し、リーグ4位の防御率 2.07、 そして2度の完投勝利を含む7勝を挙げる活躍を見せられました。でプロ2年目となる2016年シーズンオフに肘の手術を受けられて、そして2017年手術から復活を果たし、キャリアハイの22試合に登板で、この年は最多勝利と最高勝率を獲得し、ベストナインにも選ばれました。そして、2019年11月1日今シーズン限りで女子プロ野球リーグを退団することを発表されたと。まだでも肩書き読んだだけでも長いよな。それだけ活躍したということだよね。いやいやって何。いや、すごい。何全然なんですけど、いや後輩には厳しいからね。もう山口県っていうだけで後輩には厳しいから。優しくお願いします。いやでも山口県で会ってんだよな。はい、実は。あら、豊さん、はい、どこで。いや、そのフォークラブっていう、はい、そのノンプロのチームがあるんだけど、うん、クラブチームに、そこに女子野球をやっぱこうに力を入れようかって言った時に、はい、中学生、はい、中学生の時です。こんな可愛い子いたかね。あれ、いましたよ。いましたよ。いたんだ。いなかったんだよ。ですよね。いやいや、中学の時だから。まあそうですよ、ね。大人になったよね。大人になりました。ね、はい。恋もした。恋も。しましたかね。しましたかねじゃないよ。それしますよ、こんだけ可愛いんですもの。で11月8日に引退試合だったんだよね。あ、そうです。で終わってみてどう、野球28歳ってまだできる年でしょ。いや結構私の中では、うん、まあ、まさか28歳の時に野球やってるって思ってなくて。お、そう、はい、で年々、あ、衰えてるなとはちょっと感じたりはしてました。年を感じてた。28で、特に今年はあの試合の方法がちょっと変わりまして、うん、あの春は関西、うん、で夏が、東海地方で、関東が秋だったんですけれども、うん、基本的には泊まり込みというか、10日間ぐらい泊まってまた帰ってきてっていう感じで、うん、ホテル生活が長かったので、うん、結構なんか、あ、そうですか、体的にきついなとはちょっと思ったりしました、今年は。かわいい。本音がポロッとですけど、かわいいです。あのこれなぜさ、こうもう来ていただいたかというと、もう率直に言うとやっぱ女子プロ野球が存続が危ういんじゃないかって、はい、そこで代表して聞こうかなと思って、はい、どういう状況になってんの。どういう状況、
だからまあ例えばお客さんが入らなかったり、そうですね、資金がもうつきそうだとか、はい、スポンサーが全部降りそうだとか、はい、なんかそういうことがあるじゃない、はい、今どういう状況に置かれてるの女子プロ野球って。そうですね、もともと若狭生活という会社、うん、一社で私たち4球団を持ってもらっていたので、うん、資金的なものは絶対的に厳しいというか、うん、厳しい中で10年間させていただいたんですけれども。10年間そうですね、今年で10年目だったんですけれども、うん、なかなかこうお客さんもちょっと減ったりとか。大体どのぐらい観客の人って入るの？大体、まあ、関東1000、2000行ったら結構いい方かなっていう感じで、大体1000を球場によっては切ってしまいますね、うん、関東でも結構多い方、この人数で多い方なので、どうしても今シーズン関西であったりとか、うん、東海地方だと、まあ、平日にやることも多かったので、うん、少し人数が減ってしまってっていう感じですかね、うん、じゃあ採算が合わなくなってきてるんだ。最初のその1年目最初からプロ野球に入ったわけでしょ。いや私は何年目？5年目です。5年目に入った、はい、その時っていうのはやっぱこう結構お客さんとかいたの？ファンとか。そうですね、まあ、今と変わらないがちょっと多いかぐらいだと思います、うん、どうやったら人が入ると思う？どうやったら人が入るか教えてください。あれ男の人と同じようなユニフォーム着てるよね。そうですね、ユニフォームは一緒なんですけど、ちょっと肩の部分が肩出すの？ちょっと肩短い、なんていうんですかね、はい、短いデザイン。あれもう少しホットパンツ履くとかさ。いやちょっとじゃない。いやちょっとじゃないよ。はい、だって男と同じようなことやったって言ったら、女性の魅力を出していかないと。いやそれを露出をするとかじゃなくて、はいはい、もうちょっとピチッとしたユニフォームを着るとか。まあいやいや、磯崎さん、いやそれも努力の一つじゃない。それで、いやそれで1万人入ったらどうする？え、来てくださいますか皆さん？うん、それ分かんないよ多分。なんか新しいですね、ちょっと今までそういう経験がないので、うん、そういった着た姿を想像できないですけど、どうですかね。そう、みんな それがユニフォームだよって言ったら着るでしょ。でもそうですね、着ますね。着るよな。最初私この肩も今までと違ったのでちょっと抵抗というか、肩出るみたいなのあったんですけど、今確かに言われてみるともうその抵抗はないですね。ないよね、うん、だからノースリーブでもいいと思うよ。あ、女子選手、うん、そうするとやっぱりあ、可愛いなっていうのがきっかけで。いやだって可愛いユニフォームの方がいいじゃん。男子と同じようなものよりもってことですよね。だって男のプロ野球って、うん、やっぱ最高峰にいるわけじゃない、うん、で女子ってやっぱ力も劣るしスピードもないし、そしたら何か違ったこう楽しみっていうのがあってもいいと思う。例えばチアガールの格好してやるとかさ。あ、投げてみるとか。投げてみるとか、うんうん、だからこれアイデアだからさ、うん、みんなムキムキですよ。なんかこう見ててなりませんか？ムキムキ筋肉、はい、それがいいっていうね。やっぱアスリートとしての美しさ。いやそうそう、筋肉美女みたいな。うん、うん、マッスル美女。マッスル美女とか、うん、なんかそういうことでなんかこういろいろ改革とかないの？ユニフォームは今までなかったですね。その、うん、デザインは変わったりとかはするんですけど、うん、そういう形がやっぱアンダーシャツ着てユニフォームかぶってみたいな、はい、同じですね。ズボン履いてみたいな、それじゃなんかつまんないような気がするんだよな。俺はあとなんか美女なんか選抜、あ、そうですね、9人の総選挙だったりとか、うん、あと試合後にダンスを踊ったりとか、はい、なんかそういう取り組みはちょこちょこあった？はい、ありますね。 あったの？あるのはあるんですけど、うん、やっぱりちっちゃい子供さんとかに来ていただいたりとかしたいなっていうのが私たち結構あるので、うん、まあ、そういった面で一緒に踊るじゃないですけど、うん、まあ、ファンの方と一体となってこう球場を作り盛り上げられるような、うん、こうアイデアとかは結構出したりとかするんですけど、まあ、例えば向こうのね独立リーグってアメリカの、はい、バーベキューとかやるんだよね、はい、試合前に、うん、まあこれ大変かもわからないけど、この
一緒に選手と一緒にファンとバーベキューやるとかやって、はい、試合やりますよみたいなとか、へでチェンジの時には子供を入れて、まあ、控えの選手と競争したりとか、いいですね。だからそういうアトラクションがあったって俺はいいと思うんだけど、そうやったらなんかこう地域密着型みたいな感じで、それどうやったことある？一応私たちも試合のイニング間に、まあ、イベントだったりとか、あと4回裏にグラウンド整備入るんですけど、うん、まあ、その時間を使ってあのちっちゃい子とか少年野球に所属してるチームさんとか、あと大人でも入れるようになってて、あの、うん、つなげキャッチボールとか、つなげキャッチボール、はい、っていうのがあるんですけどこう、まあ、こう2つに分かれて、はい、2つに分かれてこう投げ合って回数を競うみたいなのをやったりとかはしてるんですけど、うん、選手と一緒になってっていうのはないですね、試合中。まあそうだよね、まあ真剣だからね、プロはね。そうですね、うん、いやだけどそういうなんかアイデアをどん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 出していって、それが一つの球場別の売りになったりだとか、はい、チーム別の売りになったりとかするとなんかファン獲得とかいろんなことに貢献できたと思うんだけど、うん、なかなかアイディアがこう、 うまく多分出てないというか、こう結果として数字的には現れてないのかなっていうのはあります、ね。うん、だからまあ世界的なイベントいろいろあるじゃない、はい、まあ、サッカーチームでも野球チームでもなんかどん底の時代があって、なんかファンがどん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 増えた経緯がある。それなぜ増えたかっていうさ、歴史を紐解いていけばなんかヒントがあるような気がするけどね。うん、引退して何するの？引退して、まあ、最初は野球をやめようかなってちょっと思ってたんですけど、うん、あの試合の後半になるにつれてやっぱり野球がない生活を想像できなくて、やっぱり野球がしたいなってなって、うん、今は野球をする方向でいろいろとこう。結婚じゃないんだ。結婚したいんですけど。したい？したい。本当？どういう人と？スポーツができる人がいいです。あの県には断らないか？県にはこだわらないです。豊、ね、さんもやっぱスポーツできますもんね。やっぱりできますもんね。やってきてるじゃないですか。そうですよ。あ、じゃあ山口君、年上はどうですか？年上どうなの？いいですね、はい。お前変なこと言うなよっていうような顔で見られたろ。いや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 、ちょっと可愛らしくポッて赤くなったので、豊さんなんか距離が近くなってますね、お二人。縮めるんですか、そこに。まあね、まあまあでもあのなんていうの、まあそういうアイデア、まあ野球に携わる、はい、じゃあコーチとかやんの？コーチはちょっと自分の中で想像できてなくて、うん、今年あの選手兼任で投手コーチで、うん、あのやらせていただいたんですけれども、あの選手兼任だと、まあ、ちょっと気が楽というか、うん、あの一緒にみんなでやりながら教えはできるんですけど、コーチだけっていうのがまだまだちょっと自分には、うん、あの年数が必要かなっていうのもあって、うん、まあ、もう 2年ぐらい。じゃあ何するの？クラブチームとして。あ、まだプレイヤーとしてやるっていうこと？あ、そうですね、あと 1,2 年やって。もう決まってんの？どっか。いや、まだ決まってなくて、まあ、何個かこう自分の中でこう決めて、なんか候補を挙げてこの中でとは思ってるんですけど、なかなかやっぱり今まで毎日野球をやってきてたので、どうしてもあのクラブチームってなってくると仕事しながらっていうのもあるので。今までプロは仕事してなかったの？一応会社の仕事はないんですけど、うん、あの野球教室であったりとか、あ、そういうね、あのそういう地域の密着でイベントとかはあったんですけど。体なまってない？いや、多分そろそろなまってきます。じゃあ12月さ、3日にさ、はい、草野球チームで激突するんだよ。ぜひ。いいですか？助っ人で。やったー。あ、ちょうど来てくれるの？本当に？本当にいいんですか？うん、行きたいです。お、体がちょっとなまってる、はい、じゃあビシビシやるよ。さあ、じゃあいけるかな。何番手で登場かも知らないってことですよね。可能性はある。わー、見たいですね、ね、はい、まあ、ちょっと楽しみにしておいてください。うん、はい。